花尾由郎の音楽魂。はい、ということで、何がということで、こんにちは、金尾由郎でございます。金尾由郎の音楽魂、今日も楽しくねやっていきましょう。今日は金玉ということでゲストいらっしゃらないということでですね、金尾魂っていうね、ちょっと今慌ただしかったですね。いや、一応始める前に写真をちょっと撮ったりとか、ちょっとおラビが入ったりとかね、いたしますけどもですね、松下利美さん、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。もうすっかり夏ですね。夏ですね。あなたの衣装も白い衣装とか言われて、ね、衣装ラジオですけどもですね、白い一色で、今日暑いからね。うん、もう夏は、僕夏はもう大好き、もういくら暑くても平気ですね。おお、はい。桜田武さん、こんにちは。はい、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。どうですか、夏は。暑いですね。ねえ、夏い、でもあっという間のもう2週間ね。そうですよね。福島行ってからあれからもう2週間もね。それ怖いね。半年経ったってことか。いや、なんかなんでこんなにね、1週間が早いのかというと、やっぱ毎週ほら、生放送やっているっていうことがあるからですね。そうですね。もしなかったらね、そんなにこうほら、感じないかもしれない。そうですね。ねえ、その、まあ、おかげさまでですね、音楽魂、川崎 FM 音楽魂やらせていただきましてね、今年で11年目ということで、おめでとうございます。ねえ、長いような短いようなね。長いでしょ。いや、長いよ ね。まあ、過ぎてしまえば、ね、あっという間なのかもしれないけど、11年って長いですよね。うん、まあそのあっという間にね過ぎちゃいましたけども、確かにいろんなことがね、ありましたしね。最初は金田明さんのときめきジュークボックスっていう番組、懐かしいな、のね、15分のゲスコーナー、金尾由郎コーナーから始めましてですね、そういう感じになりましたよね。あっという間にそれが30分になり、そうですね、ね、うん、曜日も変わり、曜日も変わり、1時間になり、また曜日も変わりっていうね。あね、まあ一応今のところそのこの金曜日にね、落ち着かせていただいてますけども、はい、本当にね、川崎 FM さんお世話になりましてですね、いろんなスポンサーの方々もですね、スポンサー様も本当に最初からね、応援してくださるところもいらっしゃいますしね、うん、ありがたいことだと思ってますけどもですね、松下さんはどういう感じですかね。まあ 4,5 年になりましょうか、松下さんは。そんなになりますか。3年ぐらいですかね。何年目かしらね。もうなんか20年やってるような気持ちね。感じ最初から言ったみたいな。そう、態度まで書いてるよね。そういう感じですけど、なし崩し的にこの席に来ちゃったっていう感じなんですか。いや、でもね、いろんな方々のねサポートがありましてね、これがやっぱり今日が成り立ってると思うんですよね。少し前までは高橋誠さんもそうですし、はい、いろんなね、人たちのつながりをね、持たせていただいて、はい、そのおかげでこうやってね、今がある気がいたしますよね。はい、最初の頃は、まあ、梅ちゃんとか、ふずきとかもね、はい、一生懸命やってくれて、ひでちゃんもいたしね、いろんなね、人がスタッフとしてね、やっていただいたり、確か、塚さんと桜田で最初来た時、パーカッションの人いましたね。ああ、ヒデちゃんいたのかな。うん、それで、うん、途中でちょこっとまた戻ってきたりなんかもしてね、うん、ちょっとそういう機会もありましたし、はい、でゲストの方々もね、もうたくさんの方々がね、おいでいただいてですね、本当に助けていただきました。皆様のおかげでね、この11年やらせていただくことができましたね。ありがとうございました。もう終わるような気がする。なぜ。あ、ということでね、今日は金玉ということで、まず、じゃあどうし、松下さんからいきますか。お便りはいいな。お便りも後で見ましょう。ちょっと待ってくださいよ。そのノリがちょっと怖いんで。怖い。あ、僕からいきますか。お便り読みましょうか、じゃあ。そっち行っちゃってください。行っちゃってください。はい、わかりました。ということでですね、
お便りじゃあ僕の方からご紹介しましょう。金尾芳郎さん投げ銭 FM オン中ということでですね、おなじみですねチャーリー佐藤さんからいただきました。夏がやってまいりました。あ、皆様こんにちは。夏がやってまいりましたね。台風の影響で残念ながら午後から雨が降るようであります。本当？一応天気予報傘マークはついてましたけど、ね、あ、そう、こんなに青空なのにセミがもうね、すごい鳴いてると思って俺単なる耳鳴りだったね。いや、セミが鳴いてるような耳鳴りがするのよ最近。え、ミミミっていう。そう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 。そんなに笑わなくてもいいじゃん。いや、セミが鳴いてると思ったら耳鳴りだったのよ。情けないね、本当に年とともに。たまにキーンっていうのはあるけど、金属音もあるけど、っていうのはないですね。それはセミじゃないですか。わし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 ってこう、あの、鳴いてる感じがするね。耳の中になんか虫が入ってるか。うん。いや、虫が入るわけない。本当に入ってたでしょ。ということでね、あの、台風の影響っていう佐藤さんから雨が降るようでありますとか言うね、昨晩は西新井の焼き鳥屋でランチキ騒ぎをしていた私。最近多いね。毎回いいな、ランチキ騒ぎでね。よっぽどなんかいいね。俺は寂しくね、一人で飲んでたけど。濃いめね。いや、何言ってんの。やっぱりね、ちょっとほら、油がちょっと情けない状態で、そのまんまツアー行っちゃったんで、やっぱいいのよ、お風呂が。ああ。うん。お風呂入るとね、ちょっと息しやすくなるもん。あ、まあ、もちろん今寝返りっていうか寝てを切るときはもうちょっとまっすぐは起きられないけど、横向きに起きるんだけど、ちょっと暴れひびとか入ってると、でもね、もう痛みがほとんどなくなったね、あれ。うーん。で、2週間ぐらい、あの、ギブスっていうか、コルセット持ってたんで、してたんだけど、はい、もうそれも使わなくて、全然普通ですよね。ほっときゃ治るんだね、なんでも。ね、うん、ね、そういう気がしたにもよりますけどね。ということで、西原の焼き鳥屋でランチ騒ぎしていた佐藤さんでございますが、あ、店のお姉ちゃんたちも呆れておりましたっていうね。お店の店員さんが飽きられるぐらいにね、ランチ来たりするんですよね。晴れてるうちに日の当たる坂道をリクエストいたしますって。晴れてる。もう佐藤さんは日の当たる坂道大好きだもんね。それから行きますか、なんか。せっかくね、いただきましたからですね、できるだけリクエストにね、お答えしたいと思いますので、あの、金玉の時はですね、どしどしリクエストを、お寄せいただきたいと思います。ということで、日の当たる坂道。
はい、はい、ということでチャーリー佐藤さんのリクエストにお答えしました日の当たる坂道をお届けいたしました。ね、メガネを外し忘れてやったりするのよそうするともう目がクラクラきてさ、まあ、老眼鏡、ね、うん、お聞きの皆様はお気に入りだなと思いますけど、映像で後で楽しんでいただければ、結構ね、いろいろね、生放送いろいろもう一発目からありますからね。そうですね。でそれが動揺しちゃうのよ、あ、メガネ外すの忘れとったみたいなそうすると歌に出るね。ああ、だからね、全ての歌う時って、あのライブのもそうなんだけど、少しでも不安があるとダメだよね。あ、まあね、それはそうですね。少しの不安もこうなくしていっても思い切った、うん、緊張感ありそうでないと、ね、本当ないよねこれ。あのあれにしとけよみたいな、あのなんだかマナーモード。僕が人が大きいじゃないですか。その間に読みますか。じゃあ、読んでください、はいはい、皆さんこんにちは、はい、子供の頃の夏休みを思い出させるようなものすごく暑い、うん、そしてセミがうるさすぎてラジオやパソコンのボリュームが 3,4 倍増しになっている博多ですあ、これ読みやすいね、ミキ君の、ね、これ俺はこう見えるよ。あ、本当、私これ外すと、うん、あ、見えない。うん、あ、そちらは台風の影響があるらしいですけど大丈夫ですか。あ、今んとこね、今とこ全然からあさってぐらいですかね、うん、あ、そうなんだ。28日が俺ライブの時じゃまた嵐かよそうなんですね、嵐の男ね。金尾さんは化け物やけん心配しとらんです、はい、ありがとうございますシャーシーシャーシーシャーシーって、ね、あのうるさいってことね、はいはい、先週に引き続き今週も金玉ですね。はいはいはい、ゆたっとした空気を楽しみながらも、金尾さんが、楽屋でのライブの告知を忘れないか心配になる。本当ね、いつもね、ミキ君はこうやってね、僕のこと大体分かってるから、ね、あの人の宣伝は結構するんだけど、うん、自分の宣伝いつも忘れるんだよね、まあ、あの後でね、ありがとう、はい、ありがとう、ありがとう、いや、うん、明日、あ、じゃあ28ね、28日、あ、今言いましょうか、ね、明日、明後日ですね、あの嵐の日曜日になると思いますが、7月28日、横須賀楽屋というね、楽屋っていうのね、はい、楽しい家、うん、楽しい家って書いて楽屋っていう、楽屋、うん、楽じゃないの、楽屋、ずっと楽って書いてた、うん、楽屋っていうのはよくあるじゃない、いろんなとこ、あそこは楽屋、楽屋、音楽の楽屋っていうとこでね、あの何回かねお世話になりましたけど、今回もね、あの楽屋、内田翔也君とあと俊作さんっていうね、初めてお会いする方、割とあのブルージーな方だと思いますけどもですね、はい、楽しみにしております。で、金尾城行きます、はい、それでね、ギターはね、たけしだと思ってたらね、たけしどっか地方に行ってて、俺忘れてたんだ、うん、忘れてましたね、忘れたんで、あのよくね、金尾城ミーティングとかで東京でやってる昔のまあ友達なんだけども、ひろなり君がギターでね、あの参加してくれます。急遽ね、急遽、あ、いててからよかったけど、うん、あの、うん、ちょっとね、あの、うん、あの面白くなると思います、はい、28日横須賀楽屋、ね、横須賀中央駅のすぐ近くですね、うん、皆さんお越しいただきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします、はい、リクエスト、かなおさん、やっぱり聞きたいんで、うん、ホールミータイト、ほら、ホールミータイト、俺もうすごい、はい、としみさん確か元々はうちの母が大好きだったんでリクエストした、はあ、これまで愛してだけど、ね、いつも通り何でも OK です。一昨日上田雅樹さんの古希のツアーのライブを体験してきました。上田雅樹さん、はい、あ、古希、ね、懐かしいですね、古希、うん、70歳、古希なんだね。花尾さんに負けないくらいの化け物っぷり、元気いっぱいのステージが最高でした。なんだか最近は大昔の50代以降のイメージは完全になくなりましたね、うんうんうん、サザエさんの波平さんも年下ですしそうなんだオイラも見習って多分今筋肉をやられてることと思います。ほう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 、何、今筋肉をやられていることと思います。え、筋トレじゃないの、筋トレか、今やってるんですね、うん、はいはい、いや筋トレの日だよ、上田雅樹さんね、うん、昔カラオケ一緒にあなたねなったことある、あの、あれは何のご縁だったの、その時、あ、それはね、鈴木清美さんのツアーなんかで地方行って、うん、あ、ま、な、一緒にやったのかな、多分見た、うんうん、上田雅樹さんとね、うん、そうそう、はい、それで、うん、あの打ち上げっていうか夜ね、うん、カラオケ行ったの、みんなで歌合戦みたいになって、それで、そしたらなんと上田雅樹さん、これ言っていいのかね、言っていいよ、これ
包丁一本って歌あるじゃないですか。月の宝禅寺横丁、あれを歌ったの。宝禅寺横丁、上田正樹の宝禅寺横丁聞いてみたいね。いや、かっこよかったですよ。本当、やっぱしゃがれ歌声で包丁一本。いやいや、なんかね、その時、結局みんな演歌歌っちゃうんだねと思ったの。演歌でしょ、演歌というか、なんだろうね、探しに巻いてでしょ、そう、あれ歌った時に。そういうの歌うんだ。歌ったん。本当、たまたまね、たまたまね。それ本人は聞きたくないだろうな。面白かったよ。あ、本当、そういう出会いもあったんだね。うん、ありましたね。なるほどね。コキリか、70歳ね。もう本当そう、そういうふうになるんだね。僕もね、うかうかしてたらもうそんな感じになるかもね。そうですよ、あと5年。うん、そうだね。あっという間ですよね。だって11年あっという間だった。あっという間だよね。そしたら80も5年後期になってさ、青とか言ったらもうつまらないよね。いやいや、言ってた方がいいね。いや、いいんじゃないですかね。そう、ずっともうやるしかない。いや、人のことだからもう。いや、人のことお笑い程度に。人のことだからみんな言うけどさ。おかしいよね。まあちょっとじゃあ、ミキ君のね、リクエストってこう、骨までってやってみる、これ。骨までいっちゃうの？骨までってどん…カナオさんの本見タイトルじゃなくて、本見タイトルじゃなくてさ、この間はあのミック君のあのあれ、冒険オンのストリートを前のね、リクエストやらして、骨までからやろうよ。あのちょっとキーあのちょっと上げようか。ありました、いきますか。骨まで、これどうやってやってたっけ、まあ、どうやって、どんな感じだったっけ。やってみますか、じゃあ。行き当たりばったり、久しぶりです。キーは F シャープになってます。いや、F シャープでやろうか。カッポニってなってる。じゃあ行きますか。はい、
はい、はい、博多のミキサさんのミキさんのリクエストにお答えしました。骨まで愛して。これあのあれはちょっとあのちょっと違いましたね。 B メロ入るのがね、長さがちょっとよくわかんない、ね、すぐ入るんだよね、尺がね、そうですね、きっとね、すいません、いやいや、もうすぐそれでも合わせなきゃいけないよね、うん、俺たち。そうですね、ね、もうその気持ちがバラバラだったね。骨まで届いてない。これやっぱ骨折してるからダメなの。え、何をそういう人のせいにするかな。骨、ということでね、他にお便りございましょうか。ありますよ、うん、あ、これ佐藤さんのね、あの投げ銭が3万円来てましたね、最近なんか、うん、3万円いいですね、羽振りがこういいんですかね、千冊が出てこない最近ね、もうすごいね、羽振りがいいという、ね、当てたかな。いや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 、何かを、何はギャンブルはあれですか。僕はギャンブル、桜田君ギャンブル、今はもう全くやんないですね。本当、昔やってたの、いろいろ競馬とか、あ、自分はやってましたけど、へえ、この前私ロト6した久しぶりにね、買ったの、はい、はい、で通り過ぎたらさ、なんかキャリーオーバー4億とかって書いてあったから、ちょっと引き返って書いたの、そしたらね3個だけ当たってた。え、3個って何？ 3 個っていうのは1000円、おー、7、11、13とか、あと1個あればちょっと満員いったんだけどね。あ、そうなんだ、うん、だからね、宝くじって、うん、あの確率で言うと、うん、サイコロを6個をいっぺんにバッて振って、うん、全部が1になるかぐらいなんですって。あ、なるほどね、そうだろうね、それが1枚あたりね、うん、だから最高でバーって振って1が全部6個全部1にならなかったら300円貯金するんだって、うん、もう一回最高で振ってつひたすら繰り返して、うん、買ったつもりになって300円をこうやってかけていくとものすごい貯金できるらしいよ。あ、そういうもんなんだろうね。そういうぐらいの確率だから、まあ、買うのはね別にいいんだけど、うん、まあ、夢をこう楽しみを買ってるっていうね、うん、意味ではね、うん、僕はそう、もう全然ないのよ、うん、あの買ったこともないし、あ、俺ギャンブルしたことない、ないないない、買い方もよく分かんない、競馬場で酒飲んだことあるよ、あの競馬見ながら、あれ素晴らしい、綺麗だね、綺麗ですよね、うん、競馬場行くとね、競馬場行くとさ、うん、そこあって、あ、連れてってもらったことあって、うん、ママ可愛い、で結構ゆったりさ、お酒飲んだり食事したりできる、そうですよ、ね、とこあるのよね、うん、素晴らしいなとか思って、うん、あの馬はね、綺麗ですよね、そう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 、緑と茶色でね、そうそうそう、だからあれだけどもね、あの、やったことないですね、一度もなかったらさ、ビギナーズラックで当たるかもしれない。ああ、そう、ビギナーズラックで、ね、ビギナーズラックって確かにある、ある、あるよね、あ、ある、あ、あ、そう、昔ね、あの何、ルアーフィッシングをちょっとやった時があって、うんうん、で最初はあのブラックバスとかやってたんですよ、うんうん、で釣りね、あのちょっと地方に一時期いた時があって、うん、しょうがないからやることないから、うん、あの川とか沼で釣りやってたんだけど、うん、でまた横浜に戻ってきて、うん、で釣りやりたいなと思って、うん、じゃあ海行ってシーバス、うん、鈴木釣ろうかなと思って、うん、シーバス行ったんですよ、で初めて行った時景品運河で、うん、もう投げたらかかる、投げたらかかるで、本当、あれこんな簡単に釣れちゃうんだと思って漁師じゃん。そう、それでそれから1年間で、ま、あの週1ぐらいで毎晩のよう、毎晩じゃない、週1回、毎週買ったの、うん、その日初日以外は1回も釣れなくて1年間。ああ、そうなんだ、そうなんだ、そういうもんかね、初めて最初の1日がたまたまそれで、うん、こんな簡単に釣れちゃうんだ、うん、もっと早くやればよかったぐらいの感じで。ああ、そういうのもあるんだね。その後毎週毎週行って、だから週に月に何年間か、うん、年間50何回多分行って、うん、行った、毎週行ってたから、うん、1回も釣れないんですよ、うん、あ、いや、そうかそうか、そういうね、釣りね、釣りもね、俺は何にもないね。あのね、俺ほら高校ぐらいからもう歌って、あ、そっか、て出た頃にはあの、うん、まあその喫茶店でバイトしながら飯塚市っていうとこしか、うん、もうの俺の生まれた町とも、あのライブハウスが もちろんなかったし、うん、そういう店もあんまり なくてさ、隣町で 歌ってたんだけど、俺もお客さんのコーヒー作りながらだんだん混んできたら歌うような生活してたのよ、うん、そしたらさ、もういやその頃みんなボーリングだとか車の免許取ったりとかっていろいろあるんだろうけど、はいはいはい、俺歌ってたからさ、もう何にも遊びも何にもしてないんだね。それからずっとさ、
昭和に出たりして、で夜はもうあの夜も歌ってたから、うん、昭和で食えないんで、うん、でもそればっかりやってたわけだからね、ほとんどのなんかこうかけ麻雀もやる機会もなかったし、あ何もないよ、俺スキーもやったことないし、あ本当に雪があんまり降らなかったから、はい、それもあるんだけど、いやいや本当何もね、遊んでないです、面白くないよね、面白くない男だと、もったいないね、うん、もったいない若い頃、ね、何の経験、それでほら莫大にボーンとヒット曲とか出ればいいよ、うん、そのまんま来てるから、いやいやいや、もう40年も、まあそれはね、もうデビューでも40周年です今年、うん、あそっちもすごい ね40周年記念公演とか、いやそれやんない、あのいやそれは売れてる人がやることでしょ、いやいやなんかそうでもないんじゃないですか、デビューして40年になりましたね、すごいね、40年歌ってるんだ、そう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 、さすが、まあね、そういう風になりましたけどもですね、うん、あれまあ遊びはねやってないんで、うん、今度いつかあの競馬とかね、ロト6、うん、どうやって買うのあれ、いやいや6個数字を選べばいい、そうそう塗りつぶしてこうやって、競馬はね、うん、教えてあげますよ、うん、書き方はって、いやいやそれできない、じゃあミキさん、ミキさんのリクエストちょっとあのこう伝えて、あれやろうか、ミキさんもきっと好きだと思う、あのドリンキン、ドリンキンやってみようか、ドリンキン、うん、この前やったのなんだっけ、you
はい、Drinking in the Rain、 これはね、忙しい歌ね忙しいから、ね、忙しい歌ね、すごい忙しい歌って悪かったね、忙しい、いやいやいや、うん、あ、これあれだね、今日444でやってた方がいいかも、今やってるけど、今日444でやってんだけど、調子がいいですか、うん、調子がいい、なんかね、いいな、じゃあやっぱりいいんだ ね、やっぱりいいかも、ちょっとほら調子が悪いから440でチューニングの話なんですけど、はいはい、まるでやったりしてたんだけど、やっぱちょっといいですか、いいですね、DNA が修復される周波数らしいですからね、マジで、うん、やっぱり高橋真子さんやっぱり当たってたね、多分ね、多分そういうなんかね、 528Hz っていうのがいいらしくて、それがちょうどだから C444 で A を合わすと C の音が528になるんだよね、うん、ああそうそう、だからそうか、そのチューニングでどの音が鳴ってると、うん、それが 528Hz 確かね、なるんだ、ね、それがいいの、体に、それが体にいいんだ、免疫力が高まるとか、そういうとか、いろいろ目が見えるようになるとかあるないか、それ老眼が良くなるとか、そういう耳鳴りがなくなるとかどうですかね、でも修復されることあるかもしれないですよね、へえー、そうなんだ、あとよく眠れるとか、あーねー、うん、あ、そう、なんかそういうことらしいですよ、うん、今 YouTube なんか見ると 528Hz で眠れるヒーリング音楽とかいっぱい落ちてるよね、あ、そういうのあるんだ、そうそうそう、へえ、みんな割と眠れない人が多いよね、そうですよね、夜眠りが浅い、俺もすぐ寝るよ、もう布団に入った途端寝てるから、羨ましい、僕も結構寝つきは悪いっすね、悪いんだ、いろいろ考えちゃう、うん、ただ、うん、こう YouTube とか見てるともうダメだね、寝れなくなっちゃうね、俺、うんうん、見ないもんだって、そうそう、テレビもあんまり見ないし、もう見ずに布団に入れば寝れるんだ、そうだからね、体と心のバランスよくね、疲れてないとダメなのよ、そうなんですよね、精神とさ、うん、肉体がさ、どっちかだけ疲れてるとか、あ、そうですね、そういうのはバランス取れないんでね、だから、うん、俺両方ともギリギリまで疲れてるから両方、いや本当に もうね、もうここまでかっていうぐらいさ、そうかもしんない、うん、そうかもしんない、ね、そう、そしたらね、すぐ寝れるよ、うん、で深く寝ちゃうから、でも最近早めに寝るのよ、夜もう起きてるものろくなことないからそれは言えるね、いや、疲れるだけね、本当にどっかライブやったりとか、うん、人のライブ見に行ったりとかっていいんだけど、何もない時はもう飲むぐらいしかないじゃん、まあそうですよね、でもあんまり酒も飲めなくなっちゃって、でもちょっと飲んだらもうすぐこう眠くなっちゃうね、うん、だからもう風呂でも入ってさ、濃いめ飲んで、濃いめ飲んでそれで濃いめって何、濃いめって何、お酒の濃いの、昨日の写真でね発覚した濃いめが好きっていうのは、いやだって薄めとか売ってないじゃない、いや薄めは売ってないですけど、俺薄めだ絶対買わないよね、濃いめだから買った、いや薄めは買わないですけどね、いやでも薄めでちょうだいとか言う人いるじゃん、なんか水割りの薄めとか言って、あ、ね、まあね、濃いめに決まってんじゃねえ。何の話でしょう。失礼しました。ハイボールの話。ハイボールの話。ハイボール。いや、また一つのコーナー行きますか、じゃあ。もう一枚、うん。あと、あれ行きましょう。これはね、博多の美希さんに、プレゼント曲ね。あれ？これ歌った？それは歌ってないけど。うん2曲も歌うのか今日は、いやいや、いいじゃないですか、いやなんかセミが鳴いてるな、俺なんかあやばいね、おかしい、やばいね、やばいね、左側だけセミが鳴いてんだけど、そんなことある、本当に入ってるじゃないですかセミが入ってる、セミが入るわけないだろちょっと笑ってないで、ちょっと、あ、これ違うな、え、何これとかあれとか、あれこれ貸して、うん、いや、カポなしの、そう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 、うん、いきますよ、カポなし、
はい、星影の小道、松下としみが歌いました、いかがでしたでしょうか。ということでですね、どん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 、やってまいりましょう。今日は金玉ということで、さて来週のゲストはですね、ブル松原さん、いよいよ、ね、いよいよね、やっと毎週毎週毎 週, 毎週そんなことだ、だから来週はブルさんですとか言って、毎週ブルさんドキドキしたんじゃん、明日だっけ、来週だっけ、3回ぐらい言ってるね、3週、いよいよね、これ本当です、本当に登場です、本当です、あと8月2日になりましょうかね、ブル松原さんですけどもですね、桜田さんも何久しぶりじゃないの。そうですね、結構ブルさんはタメさんの還暦の時あったかな、鬼殺しの25周年の時かタメさんの還暦の時に確かお会いしてると思います、ね、あ、そうなんだ、はい、でも1年ぐらいくらいですかね。あ、そうそうそう、そういうことか。まあ、あの本当にね、僕もあの久々の登場ですね、あの楽しみしておりますけどもですね、ブル松原さん、お楽しみいただきたいと思います。やっとお会いできます、ということで、あの、うん、おはがき、おはがきっていうかお便り、はい、いきましょうか。いいですか、はい、こんにちは、はいはい、いつもありがとうございます、はい、大阪の荒木聖子です、うん、あ、大阪の荒木聖子さん、ありがとうございます。はい、かなおさん、としみさん、桜田さん、キキさん、いつもありがとうございます。ありがとうございます。皆さん夏バテされてませんか。いや、もう全然、もう夏全然俺大丈夫ですよね。はい、私は今から年々ダメです。あ、そうかそうか、ね、私もダメです、うん、私にカツをいただけるようにダイナマイトをガツンとお願いします。マジですか、リクエストさせてください。マジですか。そう、どうぞ皆さんもご自愛くださいね。はい、ありがとうございます。リスナーも皆様もご自愛くださいますようにです。聖子さん、ありがとうございます。聖子さんのね、じゃあリクエストをお答えしましょうか。カツですね。いや、夏って僕実はそのクーラーをね、クーラーっていうかエアコンか、今エアコンっていうの、クーラーって言わないのかな、エアコンですね、はい、エアコン、でもね、お年寄り、あ、ね、お年寄り、あの外の方もね、ニコッとしてね、そう、クーラー、エアコンとつけてないのよ、20年ぐらい。すごいですね。で、横浜にね、いた頃は風が通ってたのよ、米軍住宅のすぐそばで風が吹き抜けるよね、で森があるじゃないですか、はい、森林公園って森が、はい、もう隣接してたんだけど、で僕のこう部屋を、裏の部屋を開けたらもうすぐそこがフェンスがあって、アメリカの住宅だったのね、はい、風がちょっと吹き抜けるんだっけ、だからもう全然必要なかったのよ、森を通る風だから、いいですね、冷たいのよ、だからね、でも東京はもうコンクリートジャングルじゃない、コンクリートジャングルって、これも古い表現で、シャーシーやろ、古い表現ですよね。古いね、うん、エアポートがまだ古いもの。エアポートね、俺はどうせ古い人間でした。いや、でもね、そういう必要なかったんだけど、いや、今年はどうかと思いつつも、やっぱりなんとか、ね、持ちましたね。すごいですね。水かぶったりしてるから、でもほら、ちょっと水撒いたりとかね、はいはい、ベランダにちょっと水撒いたりとか、すぐ風が通るといいよね。そう、昭和20年代生まれの人は大丈夫なんじゃない。違うか、だって誠さんもエアコンつけないでしょ。あ、つけないかもね。キキさんもつけないでしょ。つけるよね。何勝手に決めそうだ。みんななんかつけそうにない感じ。みんなつけないみたいな。幻想でしょ。俺たちだけぐらいじゃない。まこちゃんと俺ぐらいだよ、つけないとか言って。だから電車とかさ、銀行だとかコンビニとかはものすごく気持ちがいいのね。じゃあつけたいんじゃない。本当は。気持ちがいい。本当はつけたいのに我慢して、いや、あれつけっぱなしで寝たりしたら、だからホテルがダメなのよ、俺暖房もダメだし、クーラーもダメなのよ、あれつけっぱなしで寝ると、つけっぱなしで寝ますね、僕、ダメダメ、ガンガン、俺なんかダメになっちゃう、しかも扇風機もつけて寝たり、私もそう、キンキンそんなことしたら、うん、それでお布団ね、そう、あ、それは良くない。それがちょうどいい。それやめた方がいい。だから俺はもう自分の部屋はインドネシアだと思ってるから。インドネシア。全然。なんでインドネシア。もう本当に。インドネシア。じゃあ行きましょう。ダイナマイトね。
はい、大阪の荒木聖子さんから、のリクエストにお答えしました金輪城ダイナマイトということでね、はい、ちょっとお便り来ちゃったな、今日は調子がいいな、なんかな、お便り来ちゃったんだけどあ、お便り行きましょう、行きましょう、フリーダードはちょっと間に合わない、最後ですか、はい、松野まっちゃん、おうおうおう、金尾芳郎ミーティング お疲れ様でした、はい、またもや同級生の方がいらしてくれましたね、盛り上がりのことと思います、はい、私は久しぶりに太陽溶けて、溶けそうになりながら出勤しました、オンエアは聞けませんが後でのんびり楽しみますねの後に話は変わりますが、はいはいはい、先日友人のお子さんがサーフィンの大会で優勝したそうです、うん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 、楽しいニュースなななな、と鼻歌マジに仕事をしてます、うん、今日は金玉川崎 FM から暑さを吹き飛ばす勢いの放送をお願いします、はい、ありがとうございます、素晴らしいですね、おめでとうございます、純ちゃんの ね、うん、素晴らしいね、優勝したんだ、うん、兄弟で優勝したんだよ、兄弟でお兄ちゃんも優勝した、兄弟で優勝したの、そうサーフィン、そうそう、兄弟だったんだっけ、あ、兄弟、娘さんで、娘と息子か、あ、そうか、そうか、そういうことね、はい、うん、素晴らしい、すごいね、有望だよ ね、 ね、オリンピック出てほしい ね、みんなで応援しましょう、オリンピック出れるかどうかの瀬戸際っていうことか、まだ大会がいっぱいあるって言ってましたよ、今年ポイント取ってって感じじゃないですか、ああ、そうですか、はい、ああ、それ素晴らしいですよ ね、 ね、本当に僕もね、あのちょうど福島行ってたよね、そうそうそう、はい、そう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 、あのね、よかったなと思って、そう、びっくりした、いつも湘南台でショーで加納さんお世話になってる、そうそう、お世話になってますから、純ちゃんの、ね、お店でね、あの歌わせていただいてですね、あの本当によかったなと思って、皆さん応援しましょうね、本当にね、おめでとうございます、うん、松戸のまっちゃんもね、今日は仕事でね、あの来れないということで溶けそうになってるって、溶けて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 しまえんかなんかいやいや、それはね、痩せちゃう、本当にそうだよね、そういう天気だけども、ね、まああのまっちゃんもね、大変な仕事だからね、そうそう、頑張ってね、そうそう、毎回来ていた、やっぱり看護師さんっていうね、そう、命を預かるお仕事だからね、溶けてちゃダメよ、溶けてちゃダメですけどもですね、溶けてちゃダメよ、本当にお便りありがとうございました、ありがとうございます、ということで、もうあっという間の、もうそろそろ時間がないね、告知、あなた今日じゃないの、今日、塚さんと桜田、今日、うん、元町のブルースギターフォーエバー、ブルースギターフォーエバー、元町です、8時からやります、はい、よろしくお願いします、今日ですね、はいはい、今日です、よろしくお願いいたします、ね、私たちは、というこ、あ、ライブ告知やりましょうかね、日曜日はまあ先ほど話しましたけども、横須賀の、楽屋というね、横須賀中央駅からすぐですね、はい、楽屋というところで、やります、お待ちしております、あとね、8月の、4日、ジョンジョン、これがジョンジョン、あの伊勢崎市長のジョンジョン、これはあのたけしと渡辺武君と、うん、あの金尾城でやります、もうあのマイクなしでね、これは生歌を聞いていただきたいと思います、声もねいい感じになっておりますからね、声もいい感じ、正直俺大変だったの、実はここだけの話、もう時間ないけど、俺お風呂なくなったじゃん、はい、その前にあばら折れたじゃん、はい、あばらがひび入ったりして、もその前に実は右手が腱鞘になってて握れなかったのよ、お箸が、はいはい、そういうことがあったり、もう微熱がずっと続いてたの、だから福島もずっとそれでやってきたんだもん、でやっと帰ってきて 2,3 日して熱が収まって、うん、結構大変な状態で、もう声もダメだったんだけどね、最近調子良くなったね、うん、お袋全部持ってっちゃうからね、うん、ありがたいと思います。ということでですね、あ、もう歌えなくなっちゃった。もう本当にすいません。またね、金玉の時はね、ご紹介いたします。たくさん歌いたいと思います。はい、ありがとうございました。あっという間の1時間でしたけどもですね、11年、本当にね、皆さんもお世話になりました。ま、終わりそうじゃない、もう終わるわけじゃないけどね。これからでしょう。まあ、気力、体力続く限りね、やらせていただきます。本日のお相手は、はい、桜田たけしでした、はい、松下としみ、はい、ということでですね、でまた来週お会いいたしましょう、来週のゲストはブルー松原さんです、よろしくお願いいたします、See you next time、 お相手は金吉郎でした、後ろ姿優しいあの人は今はない、福地の山に見る Ah, Reader, sign my heart
実は